バルセロナさん、まさかのアントワーク相手に行く。バルセロナさん、アントワープ相手に行った。ジローナ戦の敗戦のショックをこのアントワープ戦で払拭して、お見事に失敗したバルセロナさん。バルセロナターンオーバーしたからって負けていいってわけじゃないからな。朝の時起きでこの試合を見てた日本人クレが存在することをバルセロナは知るべき。それな、時間返してほしいわ。バルセロナにかけてた人が発狂してて笑った。夢ですか？これはバルセロナ普通に負けてるんですけど。バルセロナマジで弱すぎて朝から笑いが止まらない。怒りなんてないね。笑。バルセロナはどの方向に向かうのだろうか。アントワーク CL 初勝利おめでとう。